霊明橋は、長野県上美の地郡品の町大技の尻、新潟県妙高市大技関川の関川に架かる、上信越自動車道のラーメン橋。一期線、長野方面を望む品濃町インターチェンジ、妙高高原インターチェンジ間の長野県上美の地郡、品の町大技の尻、新潟県妙高市大技、関川にあり、 橋町は一期橋の一気橋514メートル、二期橋500.5メートルである。黎明橋は一期線施工時に1.2期線一体型の基礎を採用したが、1990年道路橋司法書と設計要領第2週に準拠したため、二期線をそのまま加強した場合、2012年道路橋司法書を満たさない。そのため、A1P5、AH、景観については、 季節下部校を補強した上で一期戦と同じ時間割りで加境し、P5A2 景観については、P6P7 橋脚が、計損基礎であり、補強が困難とされたことから、時間割りを変更して、橋脚を新設することとした。P5A2 景観については、PC3 景観連続波形後半ウェブ橋と PC4 景観連続ラーメン箱下田橋の2案があったが、上部校の維持費及び、 仮設費用の点から校舎が採用された。関川が市には火山由来の最大2メートルの段階があり、一気線の交通を確保した上で人力による再破を強いられた。上部仮設時には東北電力の高圧線が張り出し仮設部の上空で交差するため5メートル以上を離隔する安全対策を要した。 一気線二気線上新越自動車道の新越国境をまたぐ橋梁として、上り側を一気線として、1995年に可橋され、1997年10月16日に暫定に車線で強要した。その後、交通渋滞の緩和及び、当期の円滑交通確保を目的に4、車線化事業化された。2019年12月5日に、 元橋を含む信濃町インターチェンジ、上越 JGT 間が4車線化され、2記線が共用されるとともに、上信越自動車道が全線4車線化された。2020年に1月末から2月末までの期間限定で、上信越自動車道全通20周年4車線化を記念して、元橋を含む6強の上信越道橋カードが、ネクスコ東日本により配布された。 ありがとうございます。